3戦連続ポールポジションのパトレーゼ。ところがセミオートマの不調でギアがなかなか入りません。右から左から次々に抜かれて10位へ下がります。モデナ、モルビデリもパスしていきます。ヒヤリとするスタートでしたが5位でレースをまとめます。